チロキシントリオードチロニンチロキシンの 3D トリオードチロニンの 3D 甲状腺ホルモンとは、甲状腺から分泌され、一般に全身の細胞に作用して、細胞の代謝率を上昇させる働きを持つアミノ酸誘導体のホルモンのこと。甲状腺ホルモンの作用は、甲状腺ホルモン受容体タンパク質を介して起こると考えられている。そして、甲状腺ホルモン受容体は、 全身のほとんどの細胞に発現している。そのため、事実上、甲状腺ホルモンの標的器官は、全身のすべての細胞と言える。甲状腺ホルモン受容体は、核内受容体であり、ホルモンと受容体が結合すると、その複合体は、核内 DNA に結合し、特定の RNA への転写活性を調節する。高温動物では、全身の各細胞では、 呼吸量、エネルギー酸性量が増大する。全身の細胞での基礎代謝量の維持、または促進が起こる。酒化などの魚類では海への降下時、海水適応を起こさせたり、両生類では陽性から生態への変態を促進させ、鳥類では季節ごとの寒を起こしたりするホルモンとしても知られる。トリオードチロニンとチロキシンの2種類の化合物が甲状腺ホルモンとして知られ、 それらの違いは、ホルモン一分子中の用度の数である。生理活性は T3 の方が強いが、血中を循環する甲状腺ホルモンのほとんどは T4 である。甲状腺からは T3,T4 の他にカルシトニンと呼ばれる別の生理作用を持つホルモンも分泌されるが、これは甲状腺ホルモンとは呼ばない。脊椎動物では甲状腺ホルモンは広く確認されている。 ホルモンの化合物の構造に種差しはなく、分泌腺の形状、分泌様式などは非常によく保存されている。生存に非常に重要なホルモンであると言える。甲状腺ホルモンは、甲状腺の甲状腺路方の壁を作っている、路方上皮細胞で合成、分泌される。甲状腺ホルモンの分泌様式は、細胞外にホルモンの線具体を貯留するという点で非常に、 独特である。甲状腺ホルモンは、アミノ酸のチロシンが2つ縮合し、即座の方向環上に3から4個の溶度が付加したものであるが、チロシンの溶度化は、細胞内の有利チロシンでは起こらない。露胞上皮細胞では、チログロブリンと呼ばれる巨大な糖タンパク質が合成され、露胞の内空にコロイドとして蓄積する。一方、この細胞では、血中からヨードを取り込み、 これも露法内に送り込む。露胞内では、チログロブリンを構成するチロシン残期ごとに、溶度が1から2個付加され、溶度化、チロシン残期同士が2つずつ縮合する。チログロブリンは、露胞の内空から、再び露法上皮細胞に取り込まれ、リソソームで消化を受け、チログロブリン本体から溶度化されたチロシン残期が、切り離される。このうち、溶度の付加された数が3個か4個のものが、 甲状腺ホルモンとして血中に放出され、1個または2個のものは分解され再利用される。甲状腺ホルモンのうち、溶度負荷が3個のものが T3、4個のものが T4 である。生理活性は T4 よりも T3 の方が数倍高い。甲状腺ホルモンの分泌量はいくつものホルモンによって調節されている。代表的なのは、下水体全葉から分泌される。 甲状腺刺激ホルモンである。甲状腺刺激ホルモンは、甲状腺土方内に蓄積されたチログロブリンが、路胞上皮細胞内へ再吸収されるのを促進する。チログロブリンは、細胞内のリソソームで消化を受け、甲状腺ホルモンが有利し、路胞の外側に放出され、これが、毛細血管より、血中に入り、全身に貫流する。露胞上皮細胞内で有利した。 甲状腺ホルモンは、その後細胞内で蓄積されないため、甲状腺刺激ホルモンの刺激により、血中への分泌量が増加する。甲状腺刺激ホルモンの分泌量は、肝炎の床下部から放出される、甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンによって調節される。要素を多量摂取するなどして、血中要素濃度を高くすると、甲状腺内の要素の有機化が抑制され、 甲状腺ホルモンの合成が低下する現象。1948年にウォルフとチャイコフにより発見された。ただし、しばらくすると適応して元の正常な状態に戻る。これをエスケープ現象と呼ぶ。甲状腺ホルモンが過剰に分泌される疾患の代表的なものにバセドウ病がある。バセドウ病は手足の震え、眼球突出、動機、甲状腺主張。 多感、疲労、体重減少、高血糖、高血圧などを起こす。反対に、甲状腺ホルモンの分泌が不足する状態が、甲状腺機能低下症であるが、この原因として代表的なものに、慢性甲状腺炎がある。全身倦怠感、発汗現象、体重増加、便秘などを生じる。小2では、 身長の伸びの低下によって分泌の不足に気づかれることも多い。ありがとうございます。